ヒルチャールたち、何か儀式をしてるな。あのガラクタの中にあいつらが礼拝するものでもあるのか。間違いない、きっときらめく勇気の剣だよ。断罪の…またか…これがきらめく勇気の剣だよ。本気か？ただの古い剣だぞ。ヒルチャールのやつら、なんでこんなものに祈りを捧げてたんだ？おそらくどっかの誰かがヒルチャールの戦利品の中にこの剣を入れただけだろうね。ボロすぎる。それに何と言えばいいか言葉が見つからないくらい普通だ。いや、ジャック、君はモンド城外にいる風祥蝶を見たことないかい？ああいう蝶も昼間は目立たないけど、夜になると目がくらむほど眩しくなる。まるで空を飛ぶ宝石のようにね。勇気だってそういうものだろ？平穏な人からしたら、その価値は理解できない。けど、いざ苦境に立たされた時、勇気だけが君を奮い上がらせ、窮地を脱する唯一の光となる。その通りだ。間違いない。これがきらめく勇気の剣だよ。うん、じゃあこれで剣は見つけたし、あとは盾だね。この辺りを探してみよう。きっとダダウパの谷のどこかにあるはず。おや、あれ、あそこに誰かいるぞ。スタンレー、どうして彼がここに？様子が少し変だな。どうしたんだ、急に止まって。なんでもないよ。コインをばらまく宝刀医たちが通っただけさ。何？どこにいるんだ？僕も見たい。君は武具を探しに来たんだろ。そんなもの見る必要はないよ。
あれが輝く意志の盾だよ。嘘つけ。どう見てもただの木の板、ボロボロだしタガで補強されてるぞ。誰が、しかも酒のシミまである。まるで酒樽から適当に取り外してきたような。でも僕の吟遊詩人としての勘が、あれこそ輝く意志の盾だと言ってるよ。戦士は体にある傷を誇りに思うように、盾も同じさ。盾が綺麗だと、それは戦場で使われてないってことだ。ボロボロな盾こそ百戦錬磨の証拠じゃないかい。ボロボロになっても戦場で最後の一瞬、血がなくなるまで戦い抜く、そんな意志こそが貴重だ。そうだろ。そうだな。綺麗な盾なんてないもんな。じゃあヒルチャールに輝く意志の盾を譲ってもらう方法を考えないとな。こんにちは、ヒルチャールさん。だら。うわぁ、やっぱお前に任せる。聞いたことあるヒルチャール語を試してみたらどうだ。それとボディーランゲージで交渉してみよう。もしみた。うん、落ち着いてるし続けていいと思うぞ。ピトム。ご機嫌な鍋みたいだぞ。ピトム。ご機嫌な鍋みたい。やいや、いっけ。まずい、怒り。いやいや、で、で、はい、触れろ。いやいや、いっか、まんいえ。な、輝く意志の盾を置いて逃げたぞ。ありがとう、本当にありがとう。やっと惜しかったものが揃った。父さん、母さん、神器を見つけたよ。約束のお酒は？ここまで大変だったんだよ。あれ？スタンレーじゃないか。こんなところで散歩かい？あ、吟遊詩人か。奇遇だな。お前らも散歩か？そうだよ。食後の散歩ついでに友達の探し物に付き合ってたんだ。スタンレーは嘘つきかも。ますます怪しく思えてきたぞ。ジャックを傷つけないためにあらかじめ剣と盾を置きに来たのかもな。大冒険者はダダウパの谷に詳しいよね。何せここは君がかつて戦った場所だ。と、当然だ。目を閉じても迷子にならない自信があるぞ。なるほど。君の記憶力と根性には感服するよ。大冒険者だからな、それくらい当然だ。ここにはヒルチャールがたくさんいるから、お前たちこそ気をつけるんだぞ。で、ではまたな、若者たちよ。やっぱ怪しいよな。仕方ないよ、ジャックにあんなことを言ってしまったんだから。でも改めて見ると実に面白い。過去を忘れたくないから今を捨てた人、もし彼が未来への一歩を踏み出さなければならなくなった時、その一歩はどこへ向かうのだろう。あ、どういう意味だ。ただの独り言さ。そうだ、今夜はエンジェルズシェアに行ってみよう。